インテルナチオナーレ・ミラノは、イタリア・ミラノのサッカークラブ。インテルナチオナーレ、インテル・ミラノ、またシンプルに、インテルの愛称で知られる。1929年に発足したセリエ A として、知られる、イタリアサッカーのトップディビジョンの歴史上、広角経験のない唯一のクラブである。また、イタリア史上初の主要タイトル3冠を達成した、クラブでもある。 2020から2021シーズンには11、シーズンぶりにスクデットを獲得しユベントスの10連覇を阻止した。ミラノダービーインテルのユニフォームスタディオ、ジュゼッペ・メアッツァ1908年創設。ホームスタジアムは、スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ。相性は、クラブカラーに由来するネラズーロ。サポーターは、インテリスタと呼ばれる。セリエ A では、 三階建て構造と呼ばれる、ユベントス、AC ミラン、インテルのビッグ3となっている。これまでにリーグを18回、コッパイタリアを7回、スーペルコッパイタリアーナを5回制し、計3 0の国内タイトルを獲得している。2006から2010にはリーグを5連覇し、リーグ記録に並んだ。UEFA チャンピオンズリーグで、これまでに3回優勝している。 これは地元のライバル AC ミランに次いでイタリアで2番目の記録である。2010年にはイタリアのクラブとして史上初の3冠を達成した。また UEFA カップを3回、インターコンチネンタルカップ2回、FIFA クラブワールドカップを1回制している。2012年9月のデモズパイ社の調査によると、インテルはイタリアで3番目に人気のクラブである。 2010年9月のドイツスポーツマルク・ト社の調査によると、欧州では8番目にファンが多いクラブである。同じ都市、同じスタジアムを本拠地とする AC ・ミランとは永遠のライバル関係にある。ユベントス FC との対戦は、イタリアダービー、AC ・ミランとの対戦は、ミラノダービーと呼ばれ、国内外の関心を集めるビッグマッチとなっている。2014年1月、 世界最大の会計事務所であるデロイトが公表したデロイトフットボールマネーリーグによると2012から13シーズンのクラブ収入は1億6880万ユーロであり世界のサッカークラブの中では15位イタリアではユベントス AC ミランに次ぐ3位である2016年以降ソネー電気グループがオーナーとなっている 2018年10月26日、ソネー電気グループ会長バリキン等の息子であるチョ、超安春が、クラブ史上最年少となる26歳の若さで、会長に就任した、ジュゼッペ・メアッツァでの試合前、インテルのサポーター発のスクデットを獲得した1910年の、インテルの選手たち。前身は、AC ミランと同じ、ミランクリケットフットボールクラブだが、 外国人選手の加入問題をめぐって、クラブ内で対立が生じ、その反主流派は1908年3月9日に、ミラノのレストラン、オロロージョにて会合を開き、ミランからの分離、独立を決める。新クラブは、国籍を問わず世界中の選手に門戸を開く、という意味を込め、FC インテルナツヨナーレと命名され、チームカラーは青、黒、金に決まった。 AC ミランとのダービーマッチは AC ミランの5連勝で始まり、当初インテルは AC ミランに歯が立たなかった。しかし、1910年に5から0で AC ミランから初勝利。その後、両チームのライバル関係は激化していった。そして、設立より2年後の1909から10シーズンには、当時無敵だったプロベルチェリを10から3で倒して、 初のスクデットを獲得し、1919から20シーズンにも、リボルノを倒して2回目のスクデットを獲得する。ベッピーノという愛称で呼ばれたジュゼッペ・メアッツァ1920年代後半、ムッソリーニを投手とするファシスト党の影響は、サッカー界にも及び、国粋主義を掲げるファシスト党にとってこのクラブメイト、外国に対して寛容な精神は思想に反するものだった。 ムッソリーニは1928年にインテルと US ミラネーゼを合併させ、さらには翌年チーム名をアンブロシアーナにユニフォームをセントジョージクロスをモチーフとした赤十字デザインに変更させる。しかし、この決定は熱狂的なインテリスタの怒りを買った。そして彼らの抗議により1932年クラブ名はアンブロシアーナインテルとなり、 ユニフォームも元に戻され、辛くも、インターの名と青と黒の縦縞の伝統は守られた。その頃、インテルユースから超新星が誕生した。彼の名は、ジュゼッペ・メアッツァ。ベッピーノという愛称で呼ばれた、この選手は、デビューシーズンの1928から29シーズンに、いきなり得点王に輝く活躍をした。ドリブルがうまく、シュートも正確で、 テクニックも抜群。パス能力にも優れ、さらに、美男子だった、彼は芝叩く間に、クラブのアイドルとなり、また、中心選手となるのに時間はかからなかった。翌1929から30、初の全国リーグが開催され、特典王に輝いた、メアッツァの活躍もあり、アンブロシアーナインテルは、初の全国リーグのチャンピオンに輝いた。 勢いは止まらず1937から38シーズンにも彼の活躍で4回目のスクデットを獲得。翌シーズンには初のコッパイタリアを獲得した。1939から40シーズンもメアッツァが病気により試合に出られなかったにもかかわらず5回目のスクデットを獲得した。翌年メアッツァは408試合。 287得点という、偉大な記録を残して、クラブを去り、アンブロシアーナ・インテルの黄金時代は終焉した。戦争が終わり、ファシスト政権が倒れ、1945年に、クラブ名は、元のインテル・ナツヨナーレに戻った。1948年、インテルはそれまでのホームスタジアム、スタディオ・チービコ・アレナの老朽化に伴い、ホームスタジアムを、 ミランのホームスタジアム3ーロに移転し、共同でスタジアムを使うことになった。1952から53シーズン、監督のアルフレード4にはそれまで弱小チームが使っていた、硬い守備からのカウンターを基本とした戦術を使い、ストライカーのベレーのことロレンツィとニエルス、左ウィングの中ことスコグルンド、GK のカ風ことゲッツラの活躍もあり、6回目の スクデットを獲得。翌1953から54シーズンは前、シーズンに守備的すぎると批判されたことから攻撃的になり、7回目のスクデットを獲得した。そして1955年、後に伝説となる、石油王、アンジェロ・モラッティが会長に就任する。グランデ・インテル時代の中心選手、サンドロ・マッツオーラ就任以来、監督の首を、 次々とすげ替えていった、モラッティ会長だったが、1960年に、ついに素晴らしい監督に巡り合った。彼の名は、エレニオ・エレーラ。スペインの FC バルセロナに2回の優勝をもたらした、マーゴと呼ばれる、アルゼンチン人監督である。アイだし、ルイス・スワレスを引き連れ、スペイン風の攻撃的サッカーで臨んだエレーラだったが、当初は、 結果が出ず1962年に一度解任された。しかしスペイン代表を率いたチリワールドカップから戻ってくると、再びインテルの監督に就任し、今度は固い守備からのカウンターアタックを基本戦術とし、当時としては珍しいメンタルトレーニングも行い、強化に着手した。そして1962から63シーズン、インテルは GK、 チュリアーノ・サルティ・アルマンド・ピッキを中心としたタルチ・シオ、ブルニッキ、アリスティ・デグ・アルネイリ、ジャチンとファッケッティの守備陣の奮闘、司令塔・スワレスのゲームメイクやコルソ、サンドロ・マッツォーラのファンタジーあふれるプレイ、当時としては革新的だった SB のファケッティのオーバーラップによるカウンター攻撃で8回目のスクデットを獲得した。翌1963から64シーズンは、 ボローニャに同価地点によるプレイオフに負けてスクデットは逃したものの UEFA チャンピオンズカップでは当時無敵だったスペインのレアル・マドリードを倒しイタリア勢ではミランに次ぐ2番目のヨーロッパチャンピオンに輝いた翌シーズンにはアルゼンチンの CA インデペンディエンテを撃破してインターコンチネンタルカップを制しイタリア勢では初の世界チャンピオンになり ベンフィカを倒して UEFA チャンピオンズカップも連覇、さらにはスクデットも獲得した。翌1965から66シーズンにも再びインデペンディエンテを撃破して世界チャンピオンになり、国内では10回目のスクデットを獲得してユベントスにラステッラをユニフォームにつけることを許された。翌シーズンも UEFA チャンピオンズカップ決勝に進んだが、 今度は、スコットランドのセルティックに敗れた。そして1968年、モラッティ会長は、イバノエ・フライッツオーリに、会長職を譲り、グランデインテル時代は終わりを告げた。1973から74シーズンの、イタリアダービー。1970から71シーズン、選手と対立していたエリーベルト・エレーラ監督の後を、受けたジャンニ・インベルニッチ監督は、 グランデインテルの遺産と得点王に輝いたロベルト、ボニンセーニャの活躍で11回目のスクデットを獲得。翌シーズンは UEFA チャンピオンズカップ決勝に進んだが、ヨハンクライフ率いるオランダのアヤックスに完敗した。そしてマリオ・コルソやタルチ・シオ・ブルニッキがクラブを去り、サンドロ・マッツォーラも引退、ジャチント・ファッケッティも1977から78。 シーズンに2回目のコッパイタリアを手土産に引退し、グランデインテルは完全に消滅した。1979から80シーズンのミラノダービーで対戦したバレージ兄弟。1979から80シーズンにエウジェニオ・ベルセリーニ監督の下、イバノ・ボルドン、ガブリエーレ・オリアーリ、ジャンピエロ・マリーニ、ジュゼッペ・バレージ、エバリスト・ベッカ・ロッシ、 アレッサンドロ・アルトベリ等の活躍で12回目のスクデットを獲得。1981から82シーズンに3回目のコッパイタリアを獲得し、黄金時代の再来を期待させたが、それも長くは続かなかった。また、1979年にジュゼッペ・メアッツァが高い。これに対しミラノ氏は1980年3月2日に彼の功績を称えて、 スタジアムの正式名称をスタディオジュゼッペメアッツァと定めた。ジュゼッペベルゴミはキャリアのすべてをインテルで過ごしミスターインテルと呼ばれた。その後、フライッツオーリー会長は1984年にフィアットの従業員と揶揄されたエルネスト、ペレグリーニに会長職を譲る。そして1986年、ペレグリーニ会長は昨夜に 黄金時代を築いた序盤にトラパットを監督を招聘し、インテルの復活を託す。最初の2年間は、結果が出なかったが、1988から89シーズン、勝負弱さを、ドイツ人、ローター・マテウス・ノゲルマン・ダマシーを注入することにより補填し、ファケッティ引退以降不在となっていた左 SB を、同じドイツ人のアンドレアス・ブレーメで埋め、 生え抜きのワルターゼンが、ジュゼッペ・ベルゴミ、リッカ・ールド・オフェッデ若手のニコラ・ベルテイ、アルゼンチン人のラモイン・ディアス、得点王に輝いたアルド・セレーナなどを要し、スクデットを獲得した。この時のスクデットは勝ち点が勝ちイコール2の精度の、下では最高記録となる58、アウェー最多勝ち点26、アウェー最多勝利など数々の当時のリーグ記録を塗り替えるものだった。 翌シーズンドイツ人のユルゲン・クリンスマンを迎え、ドイツトリオを中心としたインテルは、スーペルコッパ・イタリアーナを制し、今度こそ黄金時代の再来かと思わせたが、それも一瞬の栄光に過ぎなかった。その後ドイツトリオとトラパット・オニ監督は1990の91シーズンに、ローマを破り、インテルに UEFA カップのタイトルをもたらした。しかし、トラパット・オニ監督は、 シーズン終了後、ファインの、つまらない、サッカーという声の下に解任され、インテルの瞑想が始まる。1992から93シーズン、監督に、エラス・ベローナに、唯一のタイトルをもたらしたオズバルド・バニオーリを招聘し、ゴールの詩人コトルベン・ソサの活躍で2位になった、インテルは、翌シーズン、AC ・ミランが、オランダ人を獲得して成功したのを見て、 デニス・ベルカンプとビム4区を獲得し、スクデットを狙ったが、期待された、ベルカンプが全く持って活躍せず結果は13位という、史上最低の成績。彼らも途中就任で、選手時代に、ここで、スクデットを獲得している、ジャンピエロ・マリーにとともに2回目の UEFA カップのタイトルをもたらしただけだった。1994から95シーズン、ナポリに、 最初のタイトルを持ってきたオッタビオビアンキを昇平して立て直しを図ったものの期待されたベルカンプ・パンチェフはシーズンを通して活躍せず一時はトップとは大きく離れた二桁順位にまで低迷する1995年2月18日グランデインテルを築き上げたアンジェロ・モラッティの息子マッシモ・モラッティが累積赤字で経営に行き詰まっていたペッレグリーニから インテルを買い戻し、インテルは再びモラッティ家のものとなった。これをきっかけに、チームは巻き返して最終節で7位になり、UEFA カップ出場権を得ることに成功した。ハビエル・サネッティ。マッシモ・モラッティが最初に獲得した選手だった。そしてハビエル・サネッティを皮切りに、毎年のように多額の移籍金で、スター選手を買い漁り、チームを強化し、何度も、 監督の首をすげ替えてきたが、これが実を結んだのが1997から98シーズンであった。シーズン開幕前に、ロナウドを獲得したチームは、ユベントスと、州位争いを演じる。しかし、ユベントスとのイタリアダービーでは、ユベントス優位の判定が行われ、後味の悪さを残しながらチームは敗れた。これが響いて、リーグ優勝を逃し、 三回目の UEFA カップを獲得することしかできなかった。クラブは序盤でつまずく。シーズン途中で監督のルイジ・シモーニが解任されるのをきっかけにチームの規律が乱れ、さらにロナウドの大怪我という不運もありチームは低迷した。この混乱と低迷は2004から05シーズンにロベルト・マンチーニが監督に就任するまで続くこととなる。 マルチェロ・リッピを監督に昇聘し、クリスティアン・ビエリ、アンジェロ・ペルッツィ、ブラディミル・ユーゴビッチといった、リッピの教え子を次々に獲得する一方で、ジャンルカ・カパ・リューカとジュゼッペ・ベルゴミといった、これまでインテルの屋台骨を支えてきた両選手に、戦力外通告した。これら一連のインテルのユベントスカは、選手とリッピとの溝を深め、インテリスタには不評であった。 最終的に UEFA チャンピオンズリーグ予備予選出場をかけたパルマとのプレイオフではロベルトバッジョの活躍のおかげでリッピの首の皮がつながったというありさまであった21世紀に入り2001から02シーズンにバレンシア CF を2年連続 UEFA チャンピオンズリーグ決勝に導いたアルゼンチン人監督のエクトルラウルクーペルを招聘し 最終節まで首位に立っていたが、最後の試合に敗れ、またしてもスクデットを逃した。翌シーズンもスクデットを獲得できず、成績不振によりクーペルは解任される。ロベルト・マンチーニが監督に就任し、2004年夏の遺跡史上では、エステバン・カンビアスソラを獲得。しかし、コッパイタリアでは優勝を果たしたものの、セリエでは3位に終わる。 2005年末の遺跡市場では、ルイス・フィーゴ、ワルテル・サムエル、ジュリオ・セイザルラを獲得し、2005から06シーズンは、スーペル・コッパ・イタリアアナ制覇、コッパ・イタリアに連覇を果たす。セリエ A は当初は3位で終えたものの、シーズン後に発覚したカルチョスキャンダルにより、1位のユベントス FC が優勝の、剥奪、2位の AC ・ミランも30ポイントの減点となり、 最終的には3位のインテルが17期ぶりのセリエー優勝に認定された。2006年夏の遺跡市場ではマイコンやカルチョスキャンダルで降格したユベントス FC からズラタン・イブラヒモビッチ、パトリック・ビエラを獲得した。2006から07シーズンはスーペル・コッパ・イタリアーナとセリエーにて優勝を果たした。2007から08シーズンは セリエ A3 連覇を達成するも、シーズン終了後に、マンチーニは解任された。ドリブルをするサミュエル・エトー・インテルを、史上初の三冠に導いたジョゼモーリーニョ2009から、10CL 決勝で2得点を挙げたディエゴ・ミリート2008年6月、ジョゼモーリーニョが監督に就任。2008年夏の遺跡史上では、リカルド・クアレスマ、サリー・ムンタリ、マンシーニョを獲得した。 2008から09シーズンは、スーペルコッパイタリアーナ制覇とセリエ A4 連覇を達成。2009年夏の遺跡史上では、イブラヒモビッチとのトレードで、サミュエル・エトーを獲得したほか、ディエゴ・ミリート、ティアゴ・モッタ、ルシオ、ベスレース・スナイデルラを獲得。2010年冬の遺跡史上では、ゴラン・パンデフ、マクドナルド・マリーガを獲得した。セリエ A、コッパイタリア。 UEFA チャンピオンズリーグをすべて制覇し、かつてユベントス FC とトリノ FC が達成して、以来史上3度目となるセリエ A5 連覇、また、イタリア史上初の主要タイトル3冠を達成した。なお、UEFA チャンピオンズリーグ決勝戦終了後に、モーリーニョは、辞任を表明し、シーズン終了後の2010年5月28日に、監督を退任した。 2010年6月9日、前リバプール FC 監督のラファエル・ベニテスが監督に就任。シーズン開幕前にスーペルコッパ・イタリアーナを制覇し、12月の FIFA フフクラブワールドカップ2010では TP、マゼンベを破って、初の同大会優勝を成し遂げた。しかし、同年12月24日にベニテスは、リーグ戦での成績不振を理由に解任され、 前 AC ミラン監督のレオナルドが監督に就任。2011年冬の遺跡市場では、ジャンパオロ・パッツィーニ、長友友とアンドレアラ・ラノッキアラを獲得。コッパイタリアで2連覇を達成したものの、シーズン終了後にレオナルドは、監督を受した。2011から12シーズンは、ジャンピエロ・がスペリーニ監督の下でスタートし、夏の遺跡市場では、 ディエゴ・ホルランらを獲得する一方で、サミュエル・エトーらを放出した。しかし、開幕直後から不審が続いたことで、ガスペリーには早々に解任され、後任にクラウディオ・ラニエリが迎えられた。一時は7連勝を挙げるなど、好天の兆しを見せるも、1月末から休戦勝ち、なしなど再び不審に陥ると、3月26日にラニエリが解任。 シーズン3人目の監督として、インテルプリマベーラの監督を務めていたアンドレア、ストラマッチョーにが昇格した。2012から13シーズンは、夏の一石市場で大きくチーム改革を行い、優勝時の主力だったジュリオ・セーザル、マイコン、ルシオ、ジャンパオロ・パッツィーニなどを放出し、サミール・ハンダノビッチ、アルバロ・ペレーラ、 ロドリゴ・バラシオ、アントニオ・カッサーノラを新たに獲得した。シーズン序盤こそ、ユベントスの無敗記録を49で止めるなど、順調だったが、首相のサネッティラフ勝者が続出して、以降は低迷。UEFA ヨーロッパリーグ出場権すら逃す9位に、終わり、ストラマッチョーに監督は解任された。2013年5月24日。 新監督として、元 SSC ナポリ監督のアルテル・マッツァーリが就任。同年11月15日、クラブの株式の70%を取得し、筆頭株主となった、インドネシアの実業家のエリックとヒルが、会長に就任した。前会長のマッシュモ・モラッティは、名誉会長に就任。2013年の遺跡市場では、マウロ・イカルディ。 アントニオ・カッサーノとのトレードで、イシャク・ベルフォディル、ロランド・フォンセカ、ウーゴ・カンパニャーロ、サフィル・タイデルラを獲得し、2014年は、ダニーロ・ダンブロージオ、エルナネスを獲得した。2013から14シーズンは5位に終わり、UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得。2014年5月、キャプテンでありクラブの象徴であったハビエル・サネッティが2013から14。 シーズン限りでの引退を発表。7月、サネッティの副会長就任が発表された。背番号4番は業績を称えて永久欠番となることが決定。また、エステバン・カンビアッソ、ワルテル・サムエル、ディエゴ・ミリート、クリスティアン・キブといった2009から10シーズンの参観に貢献したメンバーも対談が決定。2014から15シーズンは、 夏の遺跡史上で、ネマニア・ビリッチ、ガリー・メデル、ヤン・エム・ビラ、パブロ・オスバルド・ラを獲得するも、リーグ第11節終了時点で4勝と、序盤から低迷。マッツァーリは11月14日に解任された。後任は2007から08シーズン以来の就任となるロベルト・マンチーニ。冬の遺跡史上では、オスバルド・エム・ビラ、 イブラヒマ・エムバイエ、レネクルヒン・7つに獲得した選手を半年で放出。ニューカッスル・ユナイテッド・ FC からダビデ・サントンを復帰させ、マルセロ・ブロゾビッチ、ジェルダン・シャチリ、ルーカス・ポドリュスキラを獲得。コッパ・イタリアは準々決勝で敗退。UEFA ・ヨーロッパリーグは決勝トーナメント2回戦で敗退。リーグは8位に終わり、来季の L 出場も逃したが、 マウロ・イカルディがリーグ得点王に輝いた。2015から16シーズン前の夏の遺跡史上では、コバチッチ、カンパニャーロ、エルナネス、オビ、クズマノビッチらを放出し、ジョフレー・コンドグビア、ステバン・ヨベティッチ、ミランダ、イバン・ペリシッチ、アデム・リアイッチ、フェリペ・メロ、マルティン・モントーヤ、アレックス・テレス、ジェイソン・ムリージョ、ジョナタン・ビア・ビアニーを獲得し、 大規模な補強とチームの入れ替えを完工した。2015から16シーズンは新戦力のミランダ、ジェイソン・ムリージョ、守護神のサミル・ハンダノビッチらが支える剣手を武器に49年ぶりの開幕戦から5連勝を成し遂げ、首位に立つなど序盤は絶好調であった。しかし、2016年1月11日のサッスオーロ、戦での敗北以降、失速。 冬の一席市場でエベルを獲得したものの目立った、効果はなく、リーグ戦は、チャンピオンズリーグ圏外の4位に終わった。コッパイタリアでは準決勝で、宿敵ユベントス FC と対戦。アウェーでは3から0の乾杯を喫スす,すも、ホームでは3点のビハインドを追いつき延長戦でも、決着がつかず、PK 戦にもつれ込んだ。しかし、PK 戦で敗れ決勝進出は果たせず、 無感に終わった。2015から16シーズン終了後、中国の大手家電販売グループのソネー、電気グループが、クラブの株式の70%を取得し、筆頭株主となり、新たなオーナーが誕生することになった。なお、エリックとヒルは、会長の座に留任することになる。2016から17シーズンは、ユーロ2016において、 ポルトガル代表の優勝に貢献したジョアン・マリオを筆頭にクリスティアン・アンサル・ディ・アントニオ・カンドレーバ、セビージャ FC のヨーロッパリーグ優勝に貢献したエベル・バネがリオデジャネイロオリンピックにおいて、ブラジル代表の金メダル獲得に貢献したがブリエウ、バルボーザなどを獲得した。しかしロベルト・マンチーニ監督と、フロントとの間で亀裂が入り、マンチーニは開幕を前にして辞任。 公認には、フランク・デブールが就任した。ところが、シーズンが始まっても、なかなか勝ちを重ねることができず、デブールは解任された。公認は、ステファノ・ピオリが就任した。ピオリ就任後は、上昇傾向にあったものの、最後に大きく崩れ7位に終わり、欧州カップ戦の出場権を逃した。2017から18シーズン夏の遺跡史上では、 例年ほど大きな動きを見せなかったものの、ルチアーノ・スパレッティを新監督に迎え、ミラン・シュクリニアル、ボルハ・バレロ、マティアス・ベシーノなど主力級の選手を、ピンポイントで補強。これが功を奏し、開幕戦から第16節まで無敗をキープしたが、12月に入ると8試合未勝利の急失速に陥った。それでも、第24節のジェノア戦で勝ち星を取り戻すと、 副長を見せ UEFA チャンピオンズリーグ出場権争いに復帰。ラツヨとの CL 出場権をかけた最終節で勝利を収めて4位を確定させ、7シーズンぶりに CL 出場権を獲得した。昨年から一転して積極的に立ち回り、ユベントスからクワド・アサモア、ラツヨからステファンデ・フライをいずれもフリーで、さらにはローマから ラジャマインゴランとライバルチームの実力者の獲得に成功。またアトレティコ・マドリードからシメブルサリコ、AS、モナコから、ケータ・バルデ、ラシンクラブから、ラウタロ・マルティネスを獲得し、充実した補強に成功した。2018年12月、CEO に、ユベントス FC を退任したジュゼッペ・マロッタの商兵を、決定。冬の遺跡では、 セドリック・ソアレスらを獲得した。シーズンの初めこそバタついたものの、第5節から7連勝を記録するなど徐々に調子を上げる。しかし11月に入ると、上位陣との対戦が多く苦戦し、そのまま調子が下降した。2月には、首相のマウロ・イカルビが妻で代理人のワンダナラの、挑発的な発言で、クラブと対立し、シーズン途中に、 異例の首相剥奪を受けるなど最後までチーム状態が混乱していたが、順位を維持。終盤で3位から4位に順位を下げたものの、最終節エンポリ戦で勝利しそのまま、フィニッシュ、2010から11、2011から12、シーズン以来8年ぶりとなる、2期連続での CL 出場権獲得となった。7年ぶり出場となった CL は、グループステージで、バルセロナ、 トッテナム、PSV と同グループとなった。連勝スタートを切り、バルセロナとの2連戦も1分けいっぱいでしのいで、ベスト16進出に大きく近づいたが、残り2試合で1分けいっぱいと失速し、総得点数の差でトッテナムに逆転され3位となり、ヨーロッパリーグに回ることになった。エルは、ベスト16まで進むが、ラウンド16フランクフルト戦は、 イカルディが召集を拒否するなどチームの混乱を抑えられず、2戦、合計0から1で敗退した。ルチアーノ・スパレッティ監督を解任し、新監督にアントニオ・コンテを招兵アトレティコ・マドリードを退団したディエゴ・ゴディン、ダウベルトとトレードで、クリスティアーノ・ビラーギ、パルマからアレッサンドロ・バストーニ、サス・オーロからステファノ・センシ、カリアリからニコロ・バレラ。 さらにマンチェスター・ユナイテッドから、ロメル・ルカクト・アレクシス・サンチェスを獲得し、充実の陣容を揃えた。昨年問題児と化したイカルディはパリ・サンジェルマン、ミランダを、コーソ・ソネー、ジョアン・マリオを、ロコモティフ・モスクワ、ナイン・ゴランを、カリアリ、イヴァン・ペリシッチを、バイエルン・ミュンヘンへ放出し、人員整理にも成功した。冬の遺跡市場では、マンチェスター・ユナイテッドから、 アシュリー・ヤング、チェルシー・ FC から、買取オプション付きの期限付き遺跡で、ビクター・モーゼス、トッテナム・ホットスパーから、クリスティア・ニ・エリクセンを獲得した。2020年に発生した新型コロナウイルスの、世界的な感染拡大で、セリエ A を含む全ての試合が一時的な中断となった。しかし、リーグ戦は、近年の成績と比較すると、 公私ともに素晴らしいパフォーマンスを披露し、最終的に24勝4敗10分勝ち点82、2010から11シーズン以来となる2位で終えた。総得点数81ゴールは1951から52シーズンに次ぐクラブ史上最多得点数であり、36失点はリーグで最も失点を抑えたチームとなった。CL のグループステージはバルセロナ。 ドルトムントスラビアプラハと同グループになった。グループステージでの成績は2勝1分3敗で3位となり、2シーズン連続のグループステージでの敗退となった。L は前身大会 UEFA カップ時代の1997から98シーズン以来の決勝進出を果たしたが、セビージャに2の3と逆転負けをし、優勝を逃した。 2020から21夏の遺跡市場では前、シーズンを支えたゴディン、カンドレーバなどが遺跡し、ペリーシッチとナインゴランが、レンタル遺跡から復帰。ハキミ、コラロフ、ビダル、ダルミアンを獲得した。シーズン前半戦は、ミラノダービーの敗北や CL のグループステージで一勝しか、できず3シーズン連続、GL 敗退をするなど根底の批判があった。 しかし、シーズン後半戦は、冬の選手補強がなかったもののエリクセンと、ペリーシッチがチームにフィットし始めたこともあり、第18節ユベントス戦は2から0と16から17、シーズン以来の勝利を収めた。その後優勝が決まるまで11連勝ンド18戦無敗で、首位をキープし、第34節サスオーロ対アタランタ戦が、引き分けに終わり、 2009から2010シーズン以来11年ぶり19回目のスクデットを獲得した。結果的にリーグ戦は06から07シーズン以来となる勝ち点90超えとなり28勝7分3敗、勝ち点91の独走状態で終えた。2021から222021年5月26日、アントニオコンテ監督が電撃辞任、新監督に シモーネ・インザ・アギオ・昌平。アシュリー・ヤングが契約満了により、フリーでアストン・ビラに移籍した。ソネーグループの財政難により、ミランから、ハカン、チャルハノール、ウディネーゼから、アレックス・コルダーツをいずれもフリーで獲得。ハキミをパリ・サンジェルマン、ルカクをチェルシーに放出した。そのハキミとルカクの後釜として PSV からデンゼル、ダンフリース、ローマから、 エディン・ジェコを獲得した。遺跡史上終盤ではシモーネを恩師としたう、ホワキン・コレア・オラツヨからレンタルで迎え入れた。UEFA チャンピオンズリーグ2009から10、決勝での巨大なインテルのロゴマドリッド、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウニテは、優勝回数中1級 UEFA チャンピオンズカップを含む、中2級 UEFA カップを含む、 中3級インターコンチネンタルカップを含む中4、最終順位はサニだが、上位2クラブの不正による、勝ち点剥奪により繰り上げ優勝2016年11月21日開催の、ミラノダービー終了時点での対戦成績。2012から13シーズン終了時点での、 対戦成績ジェコ9戦42ダルミアン36チャルハノール20ブロゾビッチ77バレッラ23ペリシッチ14デフライ6バス島295シュクリニアル37ハンダノビッチ1中選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づく括弧内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 圏外選手を示す3番は ジャチンとファッケッティ永久欠番4番は、ハビエル・サネッティ永久欠番中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。